特徴はなんかこれスーパーチャージャーがついてるらしいんですよね。お、速っ。今アクセル踏んだ時の一瞬の加速、今まで乗ってきた車の中で一番滑らかにこう運転できますね。はい、車の話坂戸店のコーナーです。今回はですね、クラウンアスリートという車、まあ僕あんまりクラウンとかレクサスとかと縁のない人間ですから、まあ、どうやって説明しようかっていうところでもあるんですが、まあ、今回このクラウンという車、まあ49,000キロ、まあ全然まだ走行距離もまだ走ってない個体 でなおかつその特徴はなんかこれスーパーチャージャーがついてるらしいんですよね。で結構そのスーパーチャージャーついてるけど燃費がいいんですよみたいな話をしていたので、実際それが本当なのかというのを実際インプレッション乗りながら試してみていきたいなというふうに思います。で、まあ、実際これ2008年式っていうと大体何年前でしょう、もう15年ぐらい前ですか。結構だから古い車なんですけど、パッと見た感じ、まあ、綺麗ですし、まあ、車内の質感もめちゃくちゃいいので、すごい状態のいい状態、状態のいい状態ってなんだよ、状態のいい個体で今回ここに来てくれたというところになります。まあ実際にどんな感じなのか見ていきたいなというふうに思います。せっかくスーパーチャージャーがついてるっていうんでね、まあ中実際エンジンルームどんな感じなのかなっていうのを見てみたいなと思います。はい、じゃん。お、モデリスタじゃないですか。あの有名なカスタムとかよくやってるモデリスタさんですね。まあモデリスタのエンジンに、まあ、ちょっといろいろカバーがついてて分かりづらいですけど、まあモデリスタのまあロゴが入っていて、まあスーパーチャージャーというところで、まあ実際多分この下にスーパーチャージャーがついて、さらにまあパワーも含めて乗りやすさ、まあ、スーパーチャージャーはアクセル踏んだ時の一瞬間的に、まあ全体的にまんべんなくパワーを与えるのがスーパーチャージャーで、ターボはどちらかというと、まあ、上に回せば回すほど下気圧がかかっていくのがターボの特徴なので、まあ、スーパーチャージャーは言ってしまえば乗りやすくかつパワーを出せるっていうのが、まあ、スーパーチャージャーの特徴なんですね。クラウンはどちらかというとコンフォート寄りにはなってるとは思うんですが、まあ、実際このスーパーチャージャーがついてどういった乗り味になっているのかということを含めて、これから乗っていきたいなというふうに思います。まあせっかくなんでちょっとトランクも見てみましょうか。ここにトランクのスイッチがあります。普通だとこっちについていることが多いんですけど、ここにポチッと開きました。さあどのぐらいね、まあクラウンって言ったらあれですよ、もう会社の役員の方とかが乗る車ですからね、しっかりこう荷物も乗せられる。あ、広いですね。やっぱり見てください、この幅、ちょっと下も深くなってるので、まあ、荷物も入りますし、スーツケースぐらいだったら2つぐらい大きいバッグが入るのかなというふうに感じはします。まあ山中さんいたらね、いつもここにぶち込んでそのままバタンって閉めるんですけど、じゃあ今回はいないので、2008年の車とは思えないぐらい正直綺麗な車になっております。リアのシートとかもまあ革でできているので、実際にこう座ってですね、こう会社の役員の人とかですね、こう座ってまあ出社するみたいな感じですけど、どうですか皆さん、これ役員の方の車に1台、一つの会社に最低1台は欲しいような車ですね。クラウンとかはコンフォートにだいぶ寄ってるんで、まあ後ろのリアのシートもまあ座ってみると分かるんですけど、結構柔らかくて、まあ疲れないような作りの車になってます。まあ長距離移動しても全然、まあ運転手はもちろん他に座ってる人がいても、まあ疲れないんだろうなというふうな印象を受けますね。というわけで、まあ実際にこれからこのクラウンアスリート、まあスーパーチャージャーモデリスタのエンジンが乗ってますけども、まあ実際乗ってみてどういった形でフィーリング、まあ何か変わってるってことはないと思いますが、まあ実際乗ってみることによって、まあフィーリングとか実際にまあ近いものを感じ取れることができるので、まあ、これからちょっと行ってみたいなというふうに思います。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。あ、でも全然なんて言うんでしょうね、違いますね、このゆったり感というか、こう出た瞬間に分かるこのコンフォートな感じがものすごく伝わってきます。
40代とか50代になったら欲しい車だなっていう感じです。これ疲れないわ、楽だし。お、速っ。今アクセル踏んだ時の一瞬の加速、なんか想像以上でちょっと驚いちゃった。あとはこう道が荒れてる段差があるところでも全くこう問題なく進んできますね。車自体が普通にスロットル開けてる分には全然そのスーパーチャージャーのあのなんていうんでしょう、 5% ぐらいで使ってる時は感じないんですけど、ちょっと踏み込んで先に行きたいなという時はもうすごいですね。やっぱ一気にギューンとこうトルクが出て加速していく感じはかなりこれ楽なんじゃないのかな。長距離移動とかちょっと坂道とかでよくあの高速道路でも、まあ、坂道途半車線があると遅くなってしまう車とかあるんですが、まあ、こういった車であればそういった道でも全く問題なく運転できるんじゃないかなというふうに思います。お、ちゃんと外気温も出るんですね。なんと今外気温が38度。うわー、外出たくねー。エアコンもバッチリ効きます。いろいろな車で走ってるんで、やっぱりこの道の段差とか凹凸とかやっぱりその継ぎ目というんですか、硬い車だったりするともうこんなところ跳ねてしょうがないんですけど、今まで乗ってきた車の中で一番滑らかにこう運転できますね。はい、クラウンアスリート今乗ってきました。まあ、今まで乗った車の中で一番乗り心地が良かったです。っていうのも重さが安定感につながるし、アクセル踏んだ時にこのやっぱスーパーチャージャーがすごいこうスロットルに対して追従してくれるのでストレスなく乗れるかなっていう印象の車ではありました。でこのクラウンアスリート、年式2008年、まあ、平成20年走行距離がなんと4万9000キロと、まあ、全然乗ってないです。車両本体額が250万で支払い総額が265万というところで、まあ、あの燃費も10リッター超えてきますし、まあ、ぜひあの興味がある方アヘッドモーターサービスにお問い合わせしてみてください。よろしくお願いします。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にねあの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはねあのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもねあのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひねあの振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もねあの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。